はい、こんにちは。健康管理士ダイエットインストラクターの村上です。今日のテーマは糖質制限は運動とともにということなんですけど、糖質制限ダイエットは、確かに体重が落ちやすいんで、初心、結構肥満気味の方にはおすすめのやり方なんですけど、糖質制限は運動なしでも痩せるって聞いて、運動苦手なんで糖質制限ダイエットだけでいいですかっていう質問をしてくる方が非常に多いので、そういう方への回答にもなるんですけども、結論から言うと運動も一緒にした方がいいです。運動なしで糖質制限だけで痩せようとすると、そっちの方がきついですね、確実に。でなぜそう言えるかというと、ダイエットの一番王道的な要素は食事管理と運動だと、この2つだと思うんですけども、運動がすごい苦手だから食事だけで痩せられる方が楽だと思う方も多いんですけど、この考え方っていうのはかなり危ない考え方でですね、なぜかっていうと、じゃ例えばダイエットに必要な頑張りが100だとしますよね。 100の頑張りがダイエット成功に必要だとしたら、食事運動なしで食事だけで痩せようとしたら、食事だけ100頑張んなきゃいけないんですよ。で運動と食事と運動、2本柱で痩せようと思うなら、これそれぞれ50の頑張りでいいんですね。50、50ずつ頑張ればいいんですよ。で、逆に食事制限全くしないで運動だけで痩せようと思ったら、運動だけで100頑張んなきゃいけないですね。ですから、経験上、どっちかだけを100頑張るより、両方を50ずつ頑張る方が楽です。圧倒的に楽です。で続けやすいですね。で成功する方もこっちの方が多いです、明らかに。ですからどっちかだけやる方が楽だと思う考え方をちょっと捨てていただいて、どっちも半分ずつぐらい頑張る方が楽だというふうに切り替えていただければ、ダイエットも成功しやすいんじゃないかなと思いますね。でこの運動を50頑張るってどれぐらいかっていうと、何もですね、ジム行ってがっつり筋トレしろとは言いません。それができれば一番いいんですけども、この動画で紹介しているような1日20分くらいの緩い運動でも続けていただければすごい効果が出てきますので、50の努力を少しずつ積み上げるという形でやっていただければと思います。で糖質制限に関しても150と書きましたけど、例えば本当に食事管理だけで痩せようと思ったら、糖質を1日 50g ぐらいに抑えなきゃいけないんですね。でこれっていうのはもう主食は全カットで、パンもご飯もうどんも全カットで、調味料にまでちょっと気を使わなきゃいけないぐらいのレベルなんですよ。で逆に50の頑張りって言ったら、1日 150g の糖質ぐらいに抑えれば結構十分なんですね。これだったら1日1食は主食を食べられるくらいの食事、緩い食事制限になります。夜中だけ糖質を抜くとかね、糖質の主食を食べるのは朝だけにするとか、そういったちょっと緩めの糖質制限でも運動を組み合わせれば十分に効果は出てきます。でもう一つ、糖質制限ならではの運動のメリットをちょっとお話ししとくんですけども、糖質っていうのはエネルギーですからね。糖質を燃やして人間は運動するんですが、食事から取る糖質を減らせばその分体に蓄えられているエネルギーを使うしかないので、脂肪がどんどん燃えていくということになりますね。であとちょっとすでに今もう肥満気味で、血糖値が高いですよとか、健康診断でちょっと血糖値気にしてくださいとかそう言われた方っていうのは、この糖をエネルギーとして消費するためのインスリンというホルモンの感受性が弱まってきてるんですね。でこのインスリン感受性が本当に決定的に弱まっちゃうともう糖尿病になるんですけど、これ10年ぐらいの長いスパンでだんだん進行していくものなので、早めに対処した方がいいんですが、でこのインスリン感受性っていうのは運動して筋肉を刺激することでどんどん回復していくっていうのはもう確実に分かっていることなんですね。ですから糖質を制限するだけじゃなくて、しっかり運動をして
筋肉を刺激して糖を燃やしやすい体を維持しておくっていうことも運動の大きなメリットになりますので、まあ、ぜひダイエットする際には糖質制限と、まあ、糖質制限でダイエットする際にはぜひ運動と食事を組み合わせてそれぞれ半分ずつぐらい頑張るという精神でいていただくと成功しやすいんじゃないかなと思います。で、運動についてはこのチャンネルでいっぱい動画を紹介してますので、ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いします。